ある日のこと、キラキラパティスリーでプリキュアたちがおしゃべりをしていると、プリキュアたち、こんにちは。あ、魔女さん、こんにちは。何の御用かしら。いやね、プリキュアたちのお洋服がかわいいから見に来たんだよ。ほんとにかわいいお洋服だね。ありがとうございます。そうだろう、みんなの服とーっても素敵だろう。似合ってるよな。とっても似合ってる。でもね、私はみんなの服をもっと素敵にできると思うんだよ。もっと素敵に？興味深いな。あら、素敵にしてくださるのかしら。いいよいいよ、あたしの魔法であっという間さ。あれ？嫌だわ。どういうこと？信じられないです。はははは、裸んぼだ。まずはプリキュアたちをみんな裸んぼの坊主頭にして、それからみんなに素敵なお洋服をプレゼントするよ。見てごらん、とってもかわいいお洋服だろ。このお洋服にお着替えすれば素敵になること間違いなしさ。それじゃあ私はこの辺でいいことするって気持ちいいね。じゃあねー。うわー、みんな裸ん坊の坊主になっちゃった。でもお洋服が用意されてるよ。このお洋服を着てみよう。まずはキュアジェラートから。キュアジェラートの洋服はこれ。このお洋服にお着替えしてみるよ。似合うかな？お着替えスタート。うわー、キラキラですっごくかわいい。さらにこのヘアアクセをつけたらどうかな。わー、お姫様みたい。うわ、なかなか素敵なドレスだな。どうよ、似合ってるでしょ。次はキュアショコラ。キュアショコラのお洋服はこれ。すごく大人っぽい素敵なお洋服だね。お着替えさせてみるよ。それ、わあ、キラキラで素敵。あとはここにこの帽子をかぶれば、うわぁ、素敵なパーティーコーデの出来上がりだよ。うん、このコーディネートもなかなか悪くはないね。次はキュアホイップ。キュアホイップにはこのピンク色のドレスだよ。お着替えさせてみるよ。それ、このドレスすっごくかわいい。さらにこのヘアアクセをつけて、わあ、素敵。素敵なドレス、どう？似合うかな。次はキュアマカロン。キュアマカロンにはこのとっても綺麗なロングドレス。このドレス似合うかな。お着替えさせてみるよ。あら、私にぴったりのドレスだわ。さらにお花の髪飾りをつけて、全身素敵なコーディネートね。気に入ったわ。最後はキュアカスタード。キュアカスタードのお洋服はこれ。キュアカスタードに似合うかな。お着替えさせてみるよ。それ、私だけ丈が短くありませんか。丈の短いキュアカスタードのお洋服には豪華なヘアアクセでバランスを取ろう。豪華はいいですけど、これじゃあ私のお顔見れないです。
プリキュアたちの新しいお洋服。みんな似合ってるよね。かわいいヘアアクセも素敵。とっても似合ってる。だけど、キュアカスタードは、やっぱり私だけ何も見えないです。この8つの卵のどれか1つだけにウボタマが隠れているよ。どの卵に隠れているか、みんなわかるかな？正解は、紫の隠れ玉にキラリスが隠れていたよ。紫の隠れ玉を選んだ人は、大当たり！おめでとう！アソブームでは、まだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。